写真加工から書く漫画背景の書き方講座の巻。皆さんこんにちは、ゆきのこです。女子のゆきんしです。今回の動画はこちらのみこちゃんに、おお、かわいい背景をつけていきます。いやー、背景は書きたくないのじゃー。僕はキャラだけ書いて生きていきたいのじゃー。うざーい、背景から逃げるな。というわけで今回の動画は、そんな背景絶対書きたくないマンのために、一から書き起こすよりは簡単な写真を使った漫画背景の書き方を紹介します。おお、そういう楽そうなの待ってました。一応言っておくと、それなりに手間暇かかるからね。そうなの。それじゃあ早速写真を使って背景を書いていきます。使う写真はこちら、スマホで撮ったどこかの神社の写真と紅葉の写真の2枚です。おお、いい感じの写真だね。まず写真をフォルダーからレイヤーパレットにドラッグ&ドロップしますと、このように画像素材レイヤーとして読み込めます。もう1枚も同じように読み込んで、オブジェクトツールでキャラに合うようにいい感じに配置します。おお、もう完成形が見えてるね。こんな感じに複数の写真を組み合わせるときは、写真同士のアイレベルをなるべく近くすると画面が破綻しにくいです。ほへー。神社の後ろの空と木が邪魔なので、画像素材をラスタライズして普通のレイヤーにしてから、空は色域選択で、木は地道に消しゴムで消しました。おお、これで重なりがなくなったね。このままだとこの辺りが暗くてよく見えないので、見えるように加工します。編集メニューの色調補正トーンカーブを使って、暗いところの構造が見えるようにグラフの左側だけをうまく釣り上げて明るく調整します。これがこうなりました。おお、真っ黒で何も見えなかったところがよく見えるようになったよ。写真からライン抽出をして線画とトーンに変換したいんだけど、このままやるとぐちゃぐちゃの線画になってしまうので、さらに写真を加工していきます。これじゃあちょっと使えそうにないもんね。フィルターの効果イラスト調を使って、写真の色数を減らして細部を飛ばして単純な色面にしていきます。処理内容は色のみにして、色の階調数はいい感じの画面になるように調整します。まだまだ綺麗に抽出できないので、手書きでわかりやすいように加筆していきます。写真を手書きで加筆するの？そうだよ、全自動は絶対無理だから諦めよう。ついでに写真に写っちゃった人たちを消しちゃいます。時々線画抽出をオンにして、うまく抽出できそうか確認しながら、クリスタちゃんが判別しやすいよう物の輪郭をはっきりくっきりさせていきます。神社の大きさをちょっと調整して、こんな感じになりました。ここのライン抽出とトーンをオンにして、階調化してから抽出をいい感じに調整してから、レイヤーの LT 変換を実行押して、トーンワークと階調化をオンにして、欲しい仕上がりになるようにいろいろ調整して、こんな感じになりました。おお、割と綺麗に抽出できたね。後でまた書き足したりするけど、一旦神社はここまで。次は後ろの紅葉に移るよ。紅葉の位置や大きさを神社に合うように調整します。トーンカーブもいじっていきます。トーンカーブは RGB 全体だけでなく、ここからレッド、グリーン、ブルーの単色のカーブもいじれるので活用してみてください。紅葉が足りないので、コピペしてもみじを増やして画面を埋めていきます。それでもまだ足りなかったので、もみじブラシを作ってさらに書き足していきます。神社と同じように線画抽出と LT 変換をして、こうなりました。おお、こっちも綺麗に抽出できたねー。これはもう完成かな？いいや、大変なのはここから。ここからは人力、手書きで鬼のように書き込んでいきます。まだ書くのー。抽出できなかった輪郭線とかを書き足していきます。物の輪郭がわかるように影も書き足します。写真の影は光学的には正しい影だけど、読者に物をくっきり見せるための漫画の影は自分自身で書き足すしかないのです。手間はかかってるけど、確かに書き足した方が画面見やすくなってるね。加工写真そのままだとキャラと絵柄が噛み合ってないから、背景が浮いちゃうんだよね。なのでキャラに馴染むように掛け編みでひたすら陰影を入れたりして手書き感を出していくよ。
カッタスだけでなく、抽出した線画が濃いところも薄くして周りとなじませます。キャラが目立つように、キャラから遠いところを暗くして、キャラに視線が集まるようにします。こういう演出のためのイメーは、まだ機械じゃできないもんね。全体を書き込んで、これが、こうなりました。おー、一気に写真感が薄れたねー。最後に舞い散るもみじを書き足して、完成です。これなら一から線画を描くよりハードル低いかもー。でも書き込みの手間は普通に描くのとあんまり変わらないねー。写真から描く漫画背景講座いかがでしたでしょうか？実は写真から描いたことあんまりなくて、僕もよくわかんないんだよねー。写真っぽくないと思ったらコメントとかで感想を教えてもらえると助かります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。